はい、今エジンバラ城前到着しました。そしてあの辺もなんか見晴らし良さそうだけど、ここがロイヤルマイル正真正銘だそうですね。確かにずっと石畳だわ。じゃあちょっと見に行ってみましょうかね。雨が上がったな。降ったりやんだり降ったりやんだりでね、結構大変ですけど、ここはって感じでもないな。こんな感じですわ。そしてエジンバラ城、ここがね17ポンドだっけな。でプラスオーディオガイドをもらうと確か 3.5 ポンドかな。変わってなければ、僕が調べた情報だとそんな感じでした。中入ってきました。ここずっと上がってって、なんかモーサン・ミシェルのあの道みたいですね。あそこはチケットか。じゃあチケット買って入ります。ここはオーディオガイドですね。やっぱり 3.5 ポンドだった。で相当中が広そうなんで、もう迷路みたいになってそうなんで、要点絞って5つかな、6つかな、6つだけ見に行こうと思います。こんな風になってますね。なんかここは入り口かな。そして展望再びって感じなのかな。ちょっと見てみようかな。あ、ここが砲台だ。ここは今、ワンオクロックガン砲台があるとこです。おお、こっちの方がすごいじゃん。さあ、今礼拝堂、セントマーガレット礼拝堂まで着きました。これがエディンバラで最古の建造物でもある聖マーガレット礼拝堂だそうです。ここはねちょっと来ようと思ってたんですけど、はあ、広いな。それにしてもセントマーガレットチャペル、ちっちゃいな。入れんのかな。よし、そしてこっちが展望になってますね。こんな感じになってます。ここはほぼトップですね。一番頂上です。さっき通った景色が広がってます。うお、海が綺麗だな。
じゃあ入ってみます。すごいちっちゃい教会でした。じゃあ次、ちなみにその砲台がモンスメグらしいです。この15世紀の要塞の大砲らしいです。